はい、その意味、その意義がですね、もしになら自分の言葉でですよ、自分の言葉で自分に対して説明できたら、部内に自分の背中から伝わっていきます。先ほど大学で言ってましたよ、自分がなぜリーダーになったのかっていう意義とか意味を自分の言葉で自分に対して説明できれば、その姿勢は絶対部内に伝わっています。だからリーダーのみんなに僕は応援したい。これは大事にしてほしい。なぜ自分がリーダーになったのか、もし流されたって言うんやったら、流されてもなれよって言われてもやめときますって言うやつもいた中で、自分はやってんから自信持ってください。自分はやったんやから。だからこそこの意味を自分の言葉で自分に対しては何があっても言ってあげてください。これを自分の中で、ね、自分が説明できれば、こう部員に絶対伝わっていきます。部員に説明したら OK で、それの中でリーダーはね、まあ、こう時には厳しいことも言わないといけないし、こう孤立する時がありますけど、孤立することを楽しんでください。絶対についてくるか。100人いたら98人ぐらいに嫌われても2人ついてきたら、その2人からまたついてくるか。自分が正しい方に導いて孤立するんで、こう孤立することを恐れず、まあ、孤立してやばいな思ったら少しの職員の人とかになんか相談しに行ったら何とかしてくれますから、こうお願いします。こうそれか強制だけでは僕も話聞けますし、こう孤立することを恐れず、こうそれこそ状況把握能力が大事で、今これ言ったら大丈夫やっていうことをちゃんと自分に自信持ってやってください。はい、すいません、なんか走りながらで申し訳ない。いやもう最後、最後こう、ここまで来てそれ言うんかいみたいなところですけど、リーダーはじゃあ果たして完璧な人が、完璧者なのか。はい、これ僕の答えですけど、完璧なリーダーはいないです。いないはず。はい、それをみんなにね、ほんまに、ちょっとこのリーダーズキャンプで言っていいのかわからないですけど、みんなに発信しておきます。完璧なリーダーはいないはずです。正しいですね。正しいですよ。こう、うん。完璧を目指していれば OK です。あ、まあ、それは確実です。完璧なリーダーはいないですけど、完璧というか、自分の理想というか、理想とか完璧をちゃんと目指してください。自分の中のリーダー像として。今の時点ではいないですよ。今まだ日本にはいないですよ。世界にもまだ多分いないですよ、完璧なリーダーなんか。でもね、目指してください、ね。これが大事ですね、リーダーになる皆さん。じゃあね、仲間とかね、部員とか集まってくるんですよ。協力してくれる人。目指したらですよ。諦めたり、ほったらかしたりしたらもう誰もついてこないんですよ。でも目指してたら絶対ついてきます。仲間、協力者、絶対出てきます。だからこそ、みんな、頑張ってそこは、そういう姿勢でですね、完璧や理想を目指していれば、そういうリーダーになるために部員や仲間は協力してくれますし、まあ、こう、自分はリーダーですけど、伝えるということ、いかに難しいことかっていうことを自分の中でまず理解しながらですけど、こう頑張って、部員の中にですね、こう、まあ、今日言って、今日伝わるってことないです。まあ、僕らよく言われるんですけど、部員って餌を求めてくるんですよね。こう簡単にできる方法ってないんですか、それであって結果出るんですか。でも魚と一緒で、あ、魚なんていうかね、こう餌をあげるんじゃなくて魚の釣り方を教えろってよく言われるんですよ。こう魚の釣り方を教えてあげたらずっと魚を取れませんって思うんですよ。でもその人は魚欲しいって言ってくるんですよ、部員は。でも魚あげちゃダメなんですよ。魚の取り方を教えてあげたらダメなんですよ、こう伝えるときに。その人が悩んだら、じゃあどうやったらその悩んだら突破できると思う、お前やったら。こう、そこで、こうやったらええでって言ってあげたいんですけど、でもそうじゃなくて、どうやったらお前って良くなると思って、そのお前なりの方法を見つけてみっつって、一緒に協力してあるから。そいつがでも魚の釣り方を覚えたらどうします？ねえ、どの魚釣ってくるか分からないですよね。自分のタイだけあげたり。ね、今日サファイア行ってサファーあげたりじゃなくて、そいつ何するか分からないんですよ。釣り方教えたら何でも釣れますし、ね、その網とか釣り竿とか浮きとかをみんな用意してあげてください。そう、部員が全力で取り組む環境を用意してあげてくれたら、こうそういう伝え方できたらリーダーってほんま素晴らしいなと。時には先頭に立ってこうやらないといけないんですけど、そういう伝え方もあるぞという話を自分の言葉でしてみました。ありがとうございました。
要項はあるかと思いますか、この機会なのでぜひ質問をしていただければ。今この部屋出てきてたりするんですよ。こうなんかまず一つですけど、できることをまずやってみませんか。こうなんていうんですかね、こう例えばサッカー部で僕の代でやった時は試合会場を応援してから絶対きれいにして帰るとか、こうなんか伝えるっていうことを僕らできんから、なんかこうサッカースクールっていうのをして伝えるっていう力を磨きたいんですってスポーツ振興課の人に言いに行って、カイザーサッカースクールっていうね、今サッカースクールやってるんですけど、立ち上げてもらったりとか、こうなんかこうなんていうんですかね、大学生ってこう高校サッカーで怖い監督から教え込まれたものより、ほんまに、ね、100倍ぐらい楽しかったですね、大学の大会も。なんでかって言ったら、自分らで想像できるんですよ。作り出せるんですよ。信じられないことでしたよ、高校から。まあ、みんなの競技性は分からないですけど、僕は信じられなかったですね。先輩後輩の上下関係があるのに、先輩にこういうことをしたいっていう意見を平気で言うんですね。そんなことありえなかったですよ。こうだからこうすごい楽しくて、こう
だからね、みんなね、できることをリーダーがね、見つけてみませんか、ね、リーダーからなんかこう、ちょっと、もうちょっと頭柔らかくして、いや、僕、ほんまにサッカー部がね、応援団の人たちに入部して、もうちょっと声出せる部員とか増やしたいんですよ。いや、サッカー部のやつがね、こういろんな部活に入ってね、タックの練習とか、持久力高めたり、いや、もっとできると思うんですよ。体幹で横のつながりがあれば。僕、バレー部とよく練習試合とかしてたんですけどね、女子バレーと僕の時。いや、わかんない、それ一つですけど、こうだからこそね、こうリーダーのみんなに、こうだからってなんか新しいことしようって言ってるんじゃなくて、今の問題点とかもこう含めてですけど、なんかできることをね、こういろいろ可能性、大学生の可能性って何なのかなって、やっぱこうそういうリーダーいてくれたらめっちゃ楽しいっすわ、これ1年生で。こうなんかみんなそういうリーダーになってほしいなと思って、であとはやっぱ自分のチームのやっぱ夢とかめっちゃ語ってほしいなと思いますね。こう4年生とかやっぱいたら面白かったし、こうほんまに4年生ってやっぱすごいなって、こんだけすごいんかって思いましたよ、1年生の時。こんな人がこんなに成長するんって、大学って。親にめっちゃ言った気持ち、今でも忘れてないですね。だから、こう、リーダーって大事なんやなって思いますよ。ほんま1年生なんかね、僕ら160人ってね、リーダーと1回ぐらいしか喋ってなかったですけど、幹部なんかね、ほんまに1回か2回しか喋ってないやついますけど、一生忘れないですよ。コミュニケーションって、こう、まあ、書けへんないか。みんなからね、一回言ってみてください。で、みんながね、佐野宮さんに話しに行くことって難しいでしょ。こう、いや、僕でもそうですけど、業務センターにみんなから来ることって勇気いりません。なんかある時しか行かないです。でもみんなから言ってみてください。なんか今悩んでる、なんか履修のことで悩んでる。まあ、僕、立場でできないですけど、リーダーから部員に喋りかけて、じゃあそいつなんか言ってくれたらチーム改善につながりますよ。ほんまリーダーってすごいんですよ。ほんまにリーダーだったらみんなに伝えないで、みんなが持って影響力ってほんまに強いんで、こうチームめっちゃ良くしてください。で、関学にも勝ちたいけど、ほんまに関大の大会から日本のスポーツが良くなってるなって言われるように、あいつら何してんねん、中身見たらすごいやん、最高のチームやな、まあ、今日話し合ってると思いますけど、ずっと。いや、ほんまにね、指導者委員部活もたくさんあったりとか、いろいろね、あれですけど、みんなで僕ら大会サッカー部どの部活の応援も行きますよ。ほんまに何でも協力しますし、みんなで作り上げてください。1年しかないんですよ。死刑宣告と一緒です。あと1年しかない。みんながリーダーになれる期間、まあ、2年生とかいるかもしれんけど、やれるだけなんかやってほしいなと。ほんまはこういう話したいなと思ってたんですけど、こう本当にみんなの頑張りに期待します。みんなの頑張りから日本大会が良くなることを本当に信じてます。はい、じゃあ僕から応援メッセージということで。今日はありがとうございました。以上で第1回講演会を終了したいと思います。第2回退場しますので、ティーナの方たちはそのまま待機してください。